やっぱジムリーダー全員本気ポケモン持ってる説正しい気がするな。こうして考えるとジムリーダーの斉藤が勝負を仕掛けてきた。ルチャブルソフトボール投げやねんな斉藤ちゃん。ルチャブルか。あなたが1試合多くても本気の本気をお見舞いします。うつクリームは周りの景色を眺めて楽しんでる。この子余裕やな。ワタパチでもよかったか。まあとりあえず抹茶で飛び跳ねる。おおほっと、マジっすか。クリーム余計なダメージ受けたくないな。いや、ドレインキッスにするか。ドレインキッス打っといて打たれた分のダメージ回復するか。言うてくらまえ、ああまあまあ減ったな。でもまあとはいえ痛いやろこれ。よし、計画通り。まあドレインキッスもっかいでいいんじゃないですかね。おお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 、マジカルシャイン使ってたら終わった。クソ、結構使ってくるな。1回だけかな、1回だけ。なおかつポケモンの体力が減ってたら回復の薬使ってくる感じかなこれ。いやちょっとマジカルシャインの PP 残しとくか。いやドリンキスで、おおめんどくせえな。やべえ、完全に全部裏目出てる、全部裏目出てる今んとこ。まずい、一番最初のドレインキッス以外全部やらかしてる。リム交代、ワタパチ受けてくれ。お前なら多分先行取れる。ワタパチには当たらなかった当たらんのかい。ほなもうよかったやん、クリームでよかったやん。斉藤はタイレーツ、はい変えましょう。ありがとうワタパチ、いけクリーム、おめえのいちご味見せてやりな。世の中そんなに甘くないってとこ見せてやりな。タイレーツって進化せえへんねや。マジカルシャイン、こちらが早いやろ。よし、これは終わるやろ。えい、ネギがないと。あんまりポケモン変わってない感じかな。タイレースが持てたっけ。ネギがないとレベル53、そんなにレベル高くないな。チャンピオンのレベルが分からんけど、マッシャ、もうここからマジカルシャイン連発、かわいいポケモンになるよ。かわいい、落とすパス。今作格闘ポケモンそんなにおらんのかな。なんか格闘タイプのポケモン出してくるやつが出してくるポケモンの変わり映えせえへんな。まだいるよな。よし、あれ斉藤ちゃんのおすすめポケモン何やったっけ、イチオシポケモン、ラスポケ何でしたっけ。思い出され、何やったっけ、カイリキーか。せや、とんでもない見たような通ったわ。踏ん張りどころです。私も一緒に頑張ります。じゃあ、頑張ろう。俺も頑張る。斉藤ちゃん頑張れ。斉藤ちゃん頑張れ。負けんな、こんな金髪に。斉藤ちゃんならいけるよ。あ、出た。お客さん、みんなで歌おう。ダイマックスのテーマ。よし。うわー、クリームが大きくなって可愛くなる。頑張れ、クリームー。よし、やってこい。カイリキーなんてぶっ飛ばしてやりな。本当のフィアリータイプの強さを教えてやりな。あい、大きくて可愛い。もう全部壊しましょう。尊敬を込めて巨大マックス。よし、巨大、頑張れ。そや、負けんな、あんな金髪に。やっちまえ。うわぁ、大きくてかっこいい。頑張れ、カイリキー。
お前がナンバーワンや。ピーって書いてあるの。あ、こっちの方が早いです。終わるんちゃうかな。あー、やっぱ残るか。前回も残ったよな。はい、ミストフィールド、甘い香り。ダイバー、おー、結構耐えよる。天候変わんねんな、これな。ちなみにミストフィールドの効果僕よく知らなかったんですけど、状態異常にならないですね。あ、そうなんや。便利、それは便利。今下から見上げてたクリームの顔ちょっと怖かったぞ。じゃあもう怪力完全につぶらやプロやもんな、顔が。オッケー、ありがとうクリーム、よかったよクリーム。おお、裸足の私が思わず裸足で逃げるような強さです。斉藤敗れる。勝ったのはトワコ、勝つのはトワコ、負けるの斉藤。ありがとうございました。斉藤ちゃん勝った後笑顔になるのいいよね。あなたたちとの勝負どうしても楽しんでしまって、負けて悔いはあるけれど清々しさもあります。ある意味では理想の勝負でしたね。この顔、この顔良くないですか。この顔がすごく良くないですか。ビート君も負けて笑顔になれるようになってたから良かったなと思いました。これからも様々な出会いと試合があるでしょう。それら全てがあなたたちの心の糧となりますように。ええ子やなあ。やっぱりキバナか。キバナか、めんどくさいな。キバナ強いよな。マジで苦戦した記憶しかないからな。対策を練らねば。お、妹よ、押してはいけませんよ。おお、マイちゃん、トラコごめんね。私のリベンジ兄貴に頼んだのにキバナさんに負けちゃってさ。兄貴がだらしないせいで私ら兄弟弱いって思われてるじゃん。いやいや妹よ、キバナは本当に強いです。だがダイマックスを使わずに正々堂々と戦い、観客に凄さを示せました。いや、それはマジですごいんじゃないの。わかっと、だからこそ勝ってほしかったんじゃん。私から見てもいい勝負だったのに。ダイマックス使ってないキバナ相手にいい勝負できてるネズさん、やばない。なんでね、トワコ頼んだよ、あんた応援するからさ。おう、任してくれ。大事な決勝の前に騒がしくして悪かったね。キバナ選手がコートで待っていますよ。よくできてるな、ネズさんもマリーちゃんも。ええやつらやな、お前ら。ええな、ええやつらやな、あの兄弟。ええやつらやな。じゃ、うまくできん、うまくできん。あ、うま、いや、できました。はい、やっとできました。いいやつだ。やっべえ、キバナが一体目に出してくるポケモン何やったか完全に忘れた。何やったっけ。あ、そもそもダブルバトルやったから1匹目どっちかよくわからんのか。フライゴンとかおった気がすんだけどな。まあ、いいか。見てから変えるか。なんか苦戦した、なんか苦戦したポケモンおったんよな。何やったっけ。ファイナルトーナメント、ついに決勝戦。無敵のチャンピオン、ダンデに挑戦する。俺だ、俺だ、俺だ、俺だ。チャンピオン、ダンデがライバルと認める男、ドラゴンストーム、キバナか。もうなんか、いっそのことじゃ、俺ら二人で行こうや。お前は本当に偉いよ。だってここまで来たんだものな。さすがはチャンピオン、ダンデが推薦したポケモントレーナー。なやその顔。なやその、歯の面積。ライバルダンデを超えるため、あいつが選んだお前に勝つ。チームメンバーも、ワンオンワンに備えて仕上げてきてる。またダブルバトルかと思った。一度お前に負けていて何をほざくと思うだろうが、ジムチャレンジの時の俺様と同じだと見くびるなよ。ほう。ポケモン変わってるってこと？技が変わってるのかな？ダブルバトル用の技は消えてそうやな。ケイ。コータス。コータスね。こんなん持ってたっけ。あれ、コータスはどうしよっかな。ひでり、あー、落ち着く。日差し強くて落ち着く。ひでりだぜ、まさに燃える太陽。ごめん、うちのお餅も強化された。コータスって岩ついてるっけ。岩ついてたら地面めっちゃ効く。
かなと思ったけど炎ついての確定やからまあいいか。水で。あんまり覚えてないな。あくびやめてや。やめてや。洗い割と技外すね。洗いで確定で当たる技滝登りぐらいしかないね。やめてや。いいよ。じゃあ当初の予定通りドラ焼きに戻すから。お前はあくびをすることによってより強いポケモンを出してしまった可能性があるよ。ソラビーム。あぶね。寝てる顔面にソラビーム来るとこやった。あ、そうか、ひでりやからワンターンで来るんや。せや、ひでりて。あー、地震効果抜群ついてるな。今も入っとったら4倍かな、炎音で。炎だけやったっけ。まあ、どっちにしろ地震は耐えられへんやろ。けポケモン全然違うって考えていいかな、じゃあ。オッケー。次は、バクガメスやめろ。お前嫌いやねん。お前嫌いやけど俺あの後調べたぞ。お前炎ドラゴンやろ。炎ドラゴンってことは地面効くやんけ。くらえ。あ、出た、トラップシェル。まあ、これでワンパンができれば関係ない。そんなあまり長引かせたくない。次はフライゴン。わー、落ち着く。急に落ち着く。フライゴンってさ、地面ついてないっけ。地面ドラゴンじゃない。氷効くんじゃない。うちの癒し枠カナンちゃん、もしかして仕事できるのでは。違うかったっけ。違うかったらすぐ下げるわ。ごめんカナンちゃん、間違って出したって言うわ。まあドラゴンついてるから確定で氷は効くんやけど、どう考えてもダメージがでかかった場合凍える数しかないよなって。砂嵐、はい、一旦大丈夫です。大丈夫、了解しました。お客さんが心配です。呼び寄せながらしい。そうか、こいつ天候パーティーやねんな。どっちかっていうとドラゴンパーティーって感じじゃないよな。これが、あー微妙。微妙。これ4倍になってこのダメージなのか、もしくは地面なんかついてなくてドラゴンだけの2倍なのか、わからんな。周り飛んでるやつってもしかして空撮用のドローンですか。今気づいたわ。周りなんか飛んでるな、黄色いやつ。この今映ってた映像か。なるほど、ドローン飛ばしてるんや。ただもう一発耐えれるかな、フライゴンの攻撃。もう一発耐えれるなら次凍える風で確定で倒せるけど、いや回復するかな。回復してくれたらむしろ美味しい。やった、カナンが、カナンが一匹落としたぞ。カナン、カナン、ドッグフードも出てるぞカナン。いやもうぜひね、お宅に猫ちゃんワンちゃんいらっしゃる視聴者の方、ぜひロイヤルカナン。あ、ぬめる、はいはいはい。いやこれもうぬめるゴンもちょっとカナンでいくか。ぬめるゴンもカナンでいくか。フライゴンとかヌメルゴンとかその辺は多分ドラゴンタイプにはこだわりあんねやろうな。ちゃんと可愛がってるがな、キバナさん。こう見えて絶対うちではポケモンに赤ちゃん言葉で話しかけてるタイプやから。お腹ちゅきましたねーって言ってるタイプやからこいつ。そんなもんやよね。やっぱ4倍ついてたよな、さっきフライゴン。オッケー、雨乞いやめろや。天気コロコロ変えんの。はい、おとなしくドラゴンタイプ最強のクリームに変えます。クリームなんだかんだドラゴンタイプだのなんだのかんだの、格闘タイプもそうやけどめちゃめちゃ仕事してくれてるよな。波乗り特防悪くないんじゃないかな。よしよしよし、しゃクリームちゃん、見したるお前のマジカル社員。あ、こっちの方が早いんや。ヌメルゴンって足遅かったっけ。あ、強いな、すげえな。
あれヌメルゴンって600族でしたっけ。さすがに強えな。ドラゴン単体でしょこいつ。確か水技めっちゃ打ってくるけど、水技打ってくんのってそれドラゴン技打てへんからやんな。あれ水ついてたっけ。ヌメルゴンってドラゴン単体じゃなかったっけな。ヌメルゴン出てきたの確か XY やったと思うんですけど、僕 XY だけはやってるのでなんとなく覚えてるんですが、ジュラルドン出たな。ジュラルドン怪獣や。おたい、ジュラルドンは鋼ついてるからフェアリーが効かんのよ。地面を打つしかない。だったらここも勝つしかねえよな。よし、ちょっとキバナさんには申し訳ないけど、ダンデに挑むのはこの俺よ。俺だ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 。というわけでいってらっしゃい。モグラヤのドラ液は世界一。まあこれワンパン無理やったっけ。あれ狂えよ俺のパートナー。スタジアムごとやつを吹き飛ばす。やめとけよほんまに。キバナさん、キバナさん戦った後の自撮りの写真毎回一緒やなって多分ファンから思われてる。キバナさんいつものこの角度の写真を上げてる。今日事務戦やったんだ。ダイマックスナウ。ジュラルドンでかいナウ。あー落としきれなかった。まあ耐えるやろ。しかもこっちの方が足速いの分かったし。ダイナックル、ダイナックル。ふおー、あーでも全然残るわ。よかった、もう一発ぐらいなら耐えれそうやな。OK。ダイアスやな。回復の薬使われても関係ないな。このターン同じだけ減るから一ターン寿命が伸びただけやな。しかもこれ2ターン目やから次のターンもまだダイマックス続くし。はい、特防も上がるわ。特防上がったところでやけど、特殊技覚えてなさそうやけど、あ、どうなんやろ。なんか巨大はマックス技ってその物理とか特殊とかどうなってんやろ。ダイスチルとかって特殊っぽいけど見た目が。オッケー、勝ったぞー。ふいー、あ、つまらなさそうな顔。はい、キバナのつまらなさそうな顔。決勝で負けて悔しすぎるから記念に自撮りをしとくか。これと自撮りせえへんことあるの。勝ったのはトコ選手。俺様と俺様の愛しいポケモンたちが強くなるよりもさらにはるかにとんでもなく強くなりやがって。俺様も若いのによ。キバナっていくつなんやろ。20代感はあるけど、もっと若いやつらの成長には驚くしかねえ。未来しかねえな。勢いそのままにダンデをぶっ飛ばせ。輝く背番号2。この2にはふという意味が込められています。勝ったのは東郷選手。お味噌汁にはおふが入ってて欲しいという強い思いを込めた2です。推薦状をもらったポケモントレーナーが推薦状をくれたチャンピオンに挑む。わー、確かにな。ちょっと熱い展開や。この途中で負けたらゲームオーバーなんかな。目の前真っ暗になってもう一回やり直しとかできへんよなこの状況。特別に応援に来たぞと言っても迷うよな。だって兄貴のライバルの対決だぞ。兄貴とライバルか。どっちを応援すればいいんだ。グライラー、そらトワコやろ。やっぱトワコか。よかった、伝わってただよな。ハロンタウンで一緒に旅立ったもんな。よくやったゴリランダ。
兄貴に勝てよ。お前なら無敵のチャンピオンを超えられる。お、任しとけ。グライダーやったれや。やったれや。よっしゃ。どうしよっかな。まあ、リザードン最後に出してくるよな。まあ、いっか、もうお餅戦闘で。とりあえずお餅戦闘で出して、その後どうするかは、その時考えよう。何出してくんのやろ。リザードンは確定やけど、それ以外よく、あ、そっか、メッソン持っていったんか。メッソン持っていったから、メッソンの最終進化系出してくる可能性あるのか。コートの張り詰めた空気、それとは真逆の観客の熱狂、どちらも最高じゃないか。いいかい、彼ら観客はどちらかが負けることを願う残酷な人々でもある。そんな怖さを跳ねのけ、ポケモントレーナーとしての全てを、チームの全てを出し切って勝利をもぎ取るのが俺は好きで好きでたまらない。俺の最高なパートナーたちもボールの中でうずうずしてる。さあ、チャンピオンタイムだ。あ、もう一回だけならやっていいですよ。じゃあ、僕も何回かやらせてもらったんで。ガラル地方チャンピオンダンデとパートナーリザードンたちがこれまでに得た経験知識で君たちの全てを打ち砕くぜ。よし、ちょっと待って、待たないよ、待たない。おい、モニターを見ろよ。待たないよ。なんだあれ、ちょっと水差すのやめてよ。今からチャンピオンタイム。おっ、ハロー、ダンデ君にトワコ君。ガラルの未来を守るためブラックナイトを始めちゃうよ。何始めちゃってんの、やめちゃいなよ、ユウ。ただブラックナイトのエネルギーが溢れ出して危ないんだよね。何始めちゃってんの。ダンデ君が話を聞いていたらこんなことにはならなかったのにね。あ、全部のジムからダイマックスエネルギーが、ダイマックスジルが溢れてる。兄貴、トワコ、今のってナックルシティのスタジアムだよな。ロズさん何しちゃったんだ。ナックルシティって、そうか、なんかあの何回も地震起きてたとこか。さっぱりわからない。話聞いとけよお前。わからないが、昨日の話、1000年先の問題を解決するために動いたのか。とにかく俺がチャンピオンの俺が行く。うん、リーグ委員長の意図をきちんと理解しなかった俺に責任がある。だから俺が責任を取る。俺に任せるんだ、今からチャンピオンタイムだぜ。まあ、ダンデはなんとか。兄貴、あ、確かに方向音痴ならナックルシティに行けるのか。空飛ぶタクシー使え。俺、兄貴の力になりたい。でもトワコに勝てなかった俺に何ができる。ちょっと俺ら帰ってくるまで盛り上げててもらっていい、会場。できる。すごい、どうしよう、やろうよ。何をやるんだ、わからん。ローズ委員長が言ってたブラックナイトって、大昔の空が黒くなったことだろ。始めるってなんだ、そもそもどこで聞いたっけ。エンジンシティの英雄、どっちも正解。ソニアがそんなこと言ってたっけ。英雄は二人で剣と盾のポケモンと共にブラックナイトを沈めたんだ。ああ、一番最初のやつ、もう一回見に行く？眠りについただろう、2匹のポケモンを探すぞ。トワコ、ああ、まどろみの森やろ。あ、マジでまどろみの森なの？お前が戦ったのはポケモンの幻。あいつが眠りについたポケモンだぞ。なんて推理力。ソニアより先にたどり着いてしまった。まどろみの森には何かあるかもしれない。なるほどな。シュートスタジアムのコートに向かいましょう。え、何言ってんの？まどろみの森屋が。おお、ソニアも来てた。ブラックナイト始めちゃったよ。ブラックナイト始めました。あれ、トワコにホップ。って忘れてた、チャンピオンマッチじゃん。どうしてここにいるの？ソニアったら何も知らないのね。ローズ委員長が大会をめちゃくちゃにしたのよ。最悪や。まどろみの森を調査している間に何が起きていたんですか。ナックルスタジアムが黒い渦で覆われちゃって、なんていうの、ブラックナイトだっけ、もうめちゃくちゃって感じよ。でも大丈夫よね、無敵のチャンピオンが何とかしてくれるでしょ。待って待って、おばさん、今ブラックナイトって言いました。なんで笑ってんのソニア。ブラックナイトって響き聞くだけでもうパボロフの犬のように笑う体になってる。
大昔ガラル地方を滅ぼしかけた黒い渦の名前。え、じゃあトワコは何しに来たの？ブラックナイト止めるために剣のポケモン探しに来ました。確かに伝説が真実なら剣や盾のポケモンがブラックナイトを収めてくれる。渦を振り払うと力となる。わかった、これを持ってまどろみの森に行きなよ。私も気になることを調べたら追いかける。元気の塊元気のかけらと元気の塊供給お姉さん、ありがとう。ほなちょっと行ってきますわ。できることをすればいいじゃない。だってあなたはもう立派なポケモントレーナーなんだから。お母ちゃんが急に名言っぽい何かを。またモヤモヤって不思議な霧に包まれるかもな。だけど俺らもポケモンも強くなったし問題ないぞ。思い返せばあの時ウルーを探すためまどろみの森に入ったのが伝説の始まりだったかもな。よし、今からの出来事も伝説の1ページに追加するぞ。なんか伝説俺ら共有になってないですか？ちなみにこれで出れるの？全然出れる出れるんや。ちょっと待って、口とか出る。今日口とか出る。口とか今日出るよ。行きまーす。大変大変。ブラックナイト始まっちゃうよ。乗り遅れちゃうよ。ここのはず。ここ、あ、来た。かわいい。やったはい、これが僕の一押し嫁ポケモンです。フェアリー鋼の複合というめちゃくちゃな体勢を持っていますが、普通に炎が効いてしまうのでそこまでです。あられしまった。あられがあった。あられのせいで HP が減っちゃう。頭突きで調整するか。これは効かんから。結構効くな効くね。肉だく。このあられでちょうどええ具合やよな。いけるでしょ。ゴージャスボール投げるか。捕まえた野生ポケモンがとても仲良くなりやすくなる。仲良くなれ、俺と仲良くなれ。わかるな、わかる。あー、友達になろうよ。もう一回投げてみよう。仲良くなれ、俺と仲良くなれ。来るか。見返りちゃん、見返り美人なので、さすがに手持ちはちょっと今からは間に合わんから、本当は余裕で加えたいねんけどなちょっと今からやと、これからチャンピオン戦ってことを考えると後でな。黒い鉄球持ってる。じゃあ一旦預かっとくわ。後でな。